疲れてメガネに目ができてる。最近マックデリバリーという技を覚えてしまってですね、10時11時ぐらいまでならこうして頼めることを体が覚えてしまった。これから食べようか。マックザチキン、ええー、ね、残月みたい。うん、あ、うまい。マクドナルドさん、また罪なもん考えましたね。あかんよ、こんなうまいもん定期的に頼んじゃうやんけ。でもちゃんと体重計に乗っていけるって判断して頼んだ。最近の超話題ですけど、皆さんどうですか？セカンドパートナー欲しいですか？でもさ、セカンドパートナーの定義を調べたらさ、セカンドパートナーって体の関係は持たないことらしいですね。ほな友達でよくないか？だから彼女いて2人目の彼女ってことやろ。でも体の関係は持たへんやろ。何それ。んたまにポテトめっちゃ外れあんねん。3分あげなあかんねんやったら2分半であげてるみたいなやつあんねんか。だからしなしななっても中カチカチで全然おいしないやつあんねん。まあ一回それあってさ、マジでどうくんすか、このセカンドパートナーっていう。要は奥さん、旦那さん、あるいは彼氏、彼女がもう一人の恋人の存在、パートナーの存在を公認してるっていう感じのやつですよね。結婚上であるのであれば公認不倫とかなんか言われてるみたいですけれども、不倫とか浮気に関しては線引きがむずいやん。人によってそのラインがちゃうから、一概にこれが浮気ですっていう基準はないと思ってるんやけど、私、僕が嫌な思いをするからといってそれを止める権利は俺はないと思ってんねやか。だってあなたの人生も、俺が嫌な思いするからって言って制限できてしまえば、俺ファーストフードでマクド嫌いでさ、俺マクド食べられたら嫌な思いするからマクド食べんといてって言ってんのと同じやん。だって俺食べられたら嫌な思いするもんっていう。だからたとえ彼女だろうが結婚しようがなんだろうが、自分の行動に対してそれを私が嫌だからやめてっていう権利は俺はないと思ってんねん。ただこっから大丈夫、筋は通すべきよね。要は結婚する前、いや付き合う前、いやもう好きになられる前からですね、もうなんなら初めて出会った瞬間、ファーストエンカウンターの時からですね、僕は恋人できたらこうですよっていうのは絶対に言うべき。これをまるでそんなことしないよと言わんばかりに隠しといて、付き合ってから結婚してから実は陰でコソコソやってましたみたいなのは俺は絶対に許さへんです。許さへんです。隠したらそんな怒るに決まってるやん。相手を騙さないことするならさ、別に浮気に限った話じゃなく傷つけるに決まってるやんか。相手に黙ってやったりするのは相手に対して筋は通してないよね。これすげえ匂いすんな。3種のチーズ味ね。だって賃貸で考えてみて、渋谷あるいは梅田、超都心部で駅地下 3LDK の家賃4万円かみたいな、めっちゃ高立地じゃないですかって住んで、なんか寒気するとか怪奇現象多いんやけどっていうのをなんか自分で肌身感じてから調べてみたら実は事故物件でしたみたいな言われたらさ、はってなるくない？それ聞いてないわってなるやん。でもさ、契約書に反抗する前に、なんなら物件見に行く前にさ、初めて紹介された段階でここ事故物件なんですけど、でもこういう家賃でこれなんですよって言われた条件がそれやったら選べるやん。それ知った上で、いやーちょっとさすがにそんな事故物件はぶっさいか嫌だっていう人もおれば、中には別に普段から霊感あるし全然見えてるけど、あんまり気にならなくなっちゃってるからあんま気にせえんかな、一回見に行ってみていいですかみたいな人だっておるわけやん。それを承諾した上でそこに住むんであれば、別にお化けが出ようが、めっちゃラップ現象起ころうが、ああ言ってた通りやってなるわけやん。多少から言ってたわけやからさ、筋は通してるやん。背伸びして普段の自分じゃないいい人に見せようとして自分の都を隠してしまうみたいな、その逆のタイプなんで全然彼女じゃないんですけど、確かにいい人に見せれればその分付き合う確率も高いけどさ、相手にとってのその人間を演じ続けなあかんのであれば付き合うの無理やもん。だって相手から願い下げとか呼んでて、推し活とかでもそうと思うねん。女性関係問題で発覚とかさ、アイドルとか特にそうやん。アイドルはそれが職業やからしゃあないと思うけど、アイドルじゃなくても最初からさ、そんなこと僕はしないよって言ってるやつがしたらはぁってなるけどさ、会いたいなって思った人がただ視聴者やっただけの話みたいな考え持ってる人やったら、それ知った上で、いやそんなやつ別にお好きならんって人はもう願い下げやろうし、でもその人に魅力を感じるんであればそれでも素敵って思うわけやん。隠すこととかいい人を演じることってその時はいいかもしれんけどね、演じ続けられへんわ。あって2秒で俺ヘイとか超えちゃうもん。だから素でも素敵だなって思ってもらうために SNS やり始めたんですよ。全てやり始めた理由はモテたいからです。それだけじゃないんやけど、シンプルイズザベスト。ハンバーグ、ハンバーグは普通のやつが一番うまない。全然理解してくる人おらないけど、これあーでも月見のチーズは美味しかった。うまっ。ラーメンとご飯みたいな感じよね。だから僕ね、女の子で男が全額出せみたいな言ってる子おりや、港区女子みたいな、初めましての段階からずっとそのマインドでいるんやったら俺別にいいと思うね。そこ曖昧にして飯行ってからその本性を出すのはちょっと立ち悪いと思うけど、ご飯誘われる前から、なんなら相手に興味を持たれる前からずっとそれを発信しとけばいいやん。それやったらさ、それでもあなたとご飯行きたいっていうぐらい魅力的な人間なのであれば、そういう人も現れるやろうし、そういう人間が現れなかったら、そんだけの魅力がないってだけの話やん。だから男が全額出せみたいに言ってる子自体を見て、おえやん、強気やん、それでもいいって言ってくれる人がおるんであればね、すげえよんってなるし。隠すことってなんかメリットなくないってやっぱ思っちゃうよね。少しでもよく見られるためにかっこよく可愛く着飾ってしまう部分あるけどさ、まあ見た目に関してはええと思うねん。ただ内面まで着飾りすぎちゃうと、仮に付き合ったとしても、もうそこからさらに上がることってないやん。どんどん姿出ていって右肩下がりになっていくやん。そういうので、あれなんか思ってたのと違うっていうことが起きてしまうんじゃない？最近のカエル化みたいなやつね。最近もはやカエル化の意味変わってるけど、意味変わってるやつって多分こういうことやと思うねんか。ちょっぱなかっこいい人間、ちょっぱな可愛い人間でいようとしすぎた結果、素を出してしまった時に冷められるみたいな。メリットないやろ。
タマさんも自分の素を出して冷められるような人間は運命の人じゃないと思ってるから、その程度の関係やったっつうだけの話やろうし。で、長いこと彼女には俺が言ってます。で、そこで僕が思うのが、婚約者恋人を作って過ごすことイコール幸せっていう方程式みたいなのが俺ないのよ。自分の素でいる環境下に、そういう人がスンって入ってくる人がおれば、多分その人と付き合えるけど、自ら探しに行くもんじゃないと思ってて。自ら探しに行こうとしてる時点でだって着飾っちゃうやん。自分が欲してるわけやから。欲するとどうしても気がつかんし背伸びしちゃうやんか。その結果やっぱりずっと背伸びしてるのしんどいやん。だからいつかかかとを地面にポンってついた瞬間に、えみたいな。恋愛以外でも幸せや楽しいことっていっぱいあると思うからさ、そこに執着されてる人多いなとは思うな。将来結婚せえへんの、えとか、彼氏彼女仲良いことおらんけど不幸じゃないのとか、なんか誰かがいないと幸せになれない人間にはなりたくないですよね。自分の人生なんか自分自身で幸せにしちゃらんと、誰かに幸せにしてもらうマインドやと、誰かいないとマジで何もできない人になっちゃうやん。恋人みたいで結婚してて幸せな人ってなんか誰かがいないとダメみたいな人はあんま少ない気してて、そういう人だって一人でも幸せになっていける人じゃない。自分の人生充実させれる魅力があるから必然的にそういう素敵な人たちが寄ってきて素敵な出会いができてるわけでしょ。結構いいこと言ってるかな今。なんか真面目な話したらおもんないって言われる。ポテト2つ分食ってるってやばいよな。こういう活動とか一切せずに素を出してたら、何お前やばいやつやんで終わっちゃうやんか。それでも素敵押したいって思ってもらうために僕いろんなことしてるんですけどね。恋愛の理想めっちゃ高い人とか、自分曲げられへん人は、異性としての要素、プラスアルファ別の要素が必要ですよね。男で代表的な人ってまさにこれよね。ダウンタウンの浜ちゃんとかそうやん。一般的な家庭の奥さんやったら、あの年齢で旦那が不倫とかしてたら絶対許さへんやん。でも浜ちゃん、あの知名度とあの財力があるわけやろ。出来事に対する天秤にかけた時に、でもなんかそれで納得してしまう要素がやっぱりあっちゃうと、そういう人間やからこの人はこういう知名度やこういう稼ぎをできる人なんだな、みたいな納得できる要素がやっぱできてしまうやんか。だから惚れられる前に最初に自分がどういう人かを隠さずに言うべきよ。自分のしたいようにしたらいいと言えど、やっぱ相手を傷つけていいという理由にはならへんからね。最初からそういう人ですよって言って、相手にそれでどうするかって選ばしてあげんと不平等ですからね。と、ここ数年彼女がいない俺が言ってます。まあでも前の彼女3年続いてたから、元彼女ちゃんとはその辺オープンやったから、あの女誰みたいな揉め事は一切なかったよ。ただ隠れてこそこそやってるのは悪、そう思うなら隠れずに堂々としたらええがなって思っちゃうのでね。でも特定多数との関係を持つみたいな考えの人たちは残念やけど共感は求めちゃダメよ。この考えは受け入れられるべきだはもうこの国じゃ無理。その考えを分かってくれる人同士で幸せに過ごすがいいと思うよ。争わんでいくことで争うはめだからね。大切にするイコールどういうことかっていうのがね、たまに TikTok で出てくんもん。旦那の愚痴とか言いまくってるアカウントとか見てられへんねん。なんで結婚したんとかなんもん。やっぱり着飾って誰かと一緒になることは幸せから遠ざかっていくんじゃないのって思っちゃいますね。皆さんはどうですか？互いが納得してればどんな関係かあってもいいと僕は思ってるんでね。セカンドパートナーなりなんなり、おかしいな。そろそろモテてもええ頃やと思うけどな。